大阪府立体育会館は、大阪府大阪市何和区南場中山丁目にある体育館である。施設命名権契約により、2015年9月1日から愛称をエディオンアリーナ大阪としている。1951年9月に大相撲大阪場所が模様された仮設国技館の敷地を活用し、1952年に飛行機用格納庫の骨組みを使った、 鉄骨製の体育館として竣工した。1985年に施設の老朽化に伴う全面改築工事を実施し、1987年に現在の大阪府立体育会館が竣工し、施設名を体育館から体育会館に改めた。主に大相撲の3月場所をはじめ、プロボクシング、プロレスなどの格闘技、 クロワ全日本男女選抜バレーボール大会、プレミアリーグ、B リーグの試合会場として利用され、隣接する大阪市立なわスポーツセンターとともに、スポーツ拠点となっている。2006年4月1日に南海電気鉄道が指定管理者に選ばれ、運営管理全般を子会社の南海ビルサービスが受託している。2008年に大阪府の橋本徹知事が、 財政改革の一環で、大阪府立体育会館の売却と廃止の方針を出した後に撤回して存続が決まったが、存続条件として運営費削減などの改善措置が求められた。この一環として、施設命名権の売却が検討され、大阪府水田市に本社を置き、スポーツ用品の製造、販売を行う BB スポーツが命名権を取得。 2012年3月に施設名がボディメイカーコロシアムに変更された。契約期間は2015年3月までの3年間で契約更新条項もあったが契約満了時に BB スポーツとの契約を更新せず4月1日に一旦元の正式名称に戻した。2015年6月17日に大阪市北区に本社を置く家電量販店のエディオンと 命名権契約を9月1日から3年間結び、エディオンアリーナ大阪に変更すると発表した。当初は3年間の予定だったが、2018年4月13日付で5年間延長する契約を締結、2023年8月31日まで、この名称が継続される。大相撲、プロレス、ボクシング世界戦などが行われる、第1競技場のほか、地下に、 第二競技場、その他に、柔ら剣道場などがある。プロレスや格闘技イベントで、固定席が三千席を超える、第一競技場で、工業実績があるのは、現存する団体では新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングノア、DDT プロレスリング、大阪プロレス、ドラゴンゲート、スターダム、WWE、リジンファイティングフェデレーション、K1 ワールド GP ジャパンで、 他の団体は、面積は、狭いが、施設使用量が安い第二競技場を使用している。ボクシング世界戦では2009年9月の名城、ノブオウーゴカサレス戦のみ、第二競技場で行われた。第二競技場は、西日本新人王決勝戦も開かれている。大相撲、3月場所、ありがとうございます。